台湾でのテスト期間中、翔太はチームの選手たちと共に合宿生活。朝7時半、選手たちがロビーに集まってきた。球団スタッフがスーパーで買ってきた簡単な朝食を手に取って自分の部屋に戻る。万全な体制で臨まれる日本のキャンプとは大違いだ。朝食ったってこれですからね。しじみって言ってましたよね。箸がないと。やっちまったな。味がない。明らかに日本とは違う環境だが、泣き言は言っていられない。翔太はこのキャンプ中4回ブルペンでの投球を命じられた。2回目からはなんと球団社長も翔太を見にやってきた。かつて選手だった劉社長自らバットを持ち、翔太の球筋を見始めた。翔太のピッチングが終わると首脳陣が集まり、ミーティングが始まる。チームは翔太が本当に戦力になるか真剣に実力を見極めようとしていた。テスト最終日がやってきた。合否が決まる運命の日。だが翔太は球団社長から意外な結果を告げられた。就是我们现在多给他，不要让他再多参加测试了。就是说，不是正式的那个合约的问题，正式合约要等到三月底才能谈到正式的合约的问题。你懂我意思吗？要参加热身赛，不是正式的那个。新农ブルズ首脳陣はオフシーズンの1月では翔太の実力を測れないと判断。你懂我意思吗？就是热身赛结束的。今回は合否を保留し、3月下旬に再びテストをするというのだ。これには翔太も動揺を隠せなかった。あ、ちょっと話が違うじゃないかって感じですけどね、うん、でそれ合格不合格、まあでもそう、そっちどっちかはっきりするもんだと思ってたから、うん、しかし残された道はここしかない。翔太はすぐに気持ちを切り替えた。そういう状況を与えられて、うん、これなんかできたなって、このままね、うん、中途半端なのか、もらいたくないですか。そして3月、翔太は最終テストを受けるため再び台湾へ。そこで待っていたさらなる試練とは。